もう試合後でゆっくり。そうですね。こんな感じで。ちょっと。ちょっと体を。外してはないけど動かす。もう動かすの全然動かしますよ。ああ、やっぱそうなんですか。はい、ただもうその、アスリート並みの運動量はやってないです、今。そうそうです。はい、普通の、普通の運動しかしないです。あの検定は、興味がもともとあって始められたんですか？なんか進められた。自分で、あのなんかその、やっぱ世界一周してるし。あ、そうなんですか？あ、そうです。その各地にそのところに寄って降りて観光っていう感じで、あ、そうですね、はい、まあ、最悪3ヶ月半一人でもいいなと思って、あ、本当ですか。結果的に友達めちゃくちゃできて、あ、やっぱそんなもんなんですね。そうですね、結構やっぱみんな一人で来てるし、あ、そうなんですか、はい、いろんなジムも回れたんで、地球一周して、格闘も。え、それはやっぱその降り立ってからも本当自由にどうぞって感じですか？そうですね、はい。でも帰還するその港だけが分かってるって感じ。あ、そうです、分かってて、自由に行動していいんで、何時までに帰ってくれば OK って感じなんで。じゃあそこに何日間か停泊して。そうですね、はい。本当ホテルなんですね。そうですね、本当にホテルですね。じゃあ、まあ、でも後々またいつか行きたいって感じですよね。まあ行きたいですけど、まあ、ね、老後とか行きたいですその楽しみに取っとく感じですかね。私、色変わるって言ったら、あ、そうですね、芝居ですね。これ声かけしてもらえる。そう、うちも今芝居って分かっていて、いいですね。そうそうそう、おーっと思って先生お伺いして、いや、ちょっとまた犬飼いたいんですよね。なんかおっしゃってましたね、奥様も。芝木今ランキースめちゃくちゃ人気なんですよ。多いですね。でそういうちょっと野菜もちょっと買って、値段が僕が前飼ってた時より3倍ぐらいになってます。もしかしたら、あ、そんな感じなんですかね。ちょっと買い方の頃に7万、8万ぐらいで買えたんですけど、あ、本当ですか。今だと安くても20万なんですよ。そのあ、そこまで言ってましたっけ。はい、今なんか電話で聞いたら、すみません、ちょっと強い方が、あ、じゃあ、はい、そうか、そこは丸く切って、すごい気持ちいいです。あ、本当ですか、はい、ありがとうございました。大丈夫です。めっちゃ。